ました。ありがとうございました。さっきちょっとボールをね、蹴らせていただいて。はい。じゃあ、今日、コラボをしてくれた佐藤すばるくんです。はい。じゃあちょっとね、佐藤すばる、でも知ってる人多いと思うんだけどな。なんか、TikTok のライブとかでも結構、まあ、すばるくん、すばるくんみたいな感じになってたんで、知ってる人多いと思うんですけど、僕の一応、まあ、後輩、まあ、高校がね、違うんですけど、ぐらいからちょっとつながりがある、後輩に今日来てもらって、じゃ経歴だけちょっといいですか？ちょっと教えていただいて。小学校の頃は、長岡 JYFC。はい、小学校長岡 JYFC。みんなわかる？帝京長岡の、下部組織みたいなね。フットサルとかも全国優勝してます。してるような、もう、すごいとこですね。はい。で、中学校が？中学校もその長岡 JYFC。中学校も長岡 JYFC。高校がヴィッセル神戸U18。高校がヴィッセル神戸。すごい。大学が？で大学が琵琶湖成蹊スポーツ。琵琶湖成蹊。関西一部。関西一部です。でそれぞれ JY で何番、ヴィッセルで何番、ちょっと琵琶湖成蹊で何番みたいなちょっと教えてください。JY の時は14番。14番ですよ。これね、わかる。帝京多分知ってる人はわかると思うんですけど、JY の時から14番。で大体高校でも14番の人多いよね。そうです。なんだかんだ。だそうエースだったっていう感じです。で。ヴィッセルユースでは7番。ヴィッセルユースで7番。これすごいですね。で、琵琶湖成蹊で8番。琵琶湖成蹊ではもう8番。じゃあ、どちらかというと中盤の感じ？そうですね。中盤。背番号的にも。真ん中。うん。なるほど、なるほど。じゃあ、所属チームを教えてもらったんで、選抜履歴とかっていうのを教えてもらいたいなっていう。いや、すごいね。中学校はエリートプログラム。エリート。これはもうエリートっていうのはもう日本代表です。はい、日本代表、U13、14、日本代表、そこで名前変わって、うん、日本代表 U15、 あ、エリートプログラムからそのまま日本代表に変わったんです。そう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 だそうだ、 U15、16の代表入って、 U15、16、すごくないですか？代表、代表やんみたいな。そこでブランクあって、ブランクあって、怪我とか、いやもう全然活躍できなくて、で、大学そこからヴィッセルだもんね。そうっす。おー、すごいね。高1の時、最後の大学2年、うん、2年の終わりの伝送カップ、関西伝送カップ、これは大学選抜です。関西のうまい大学生が集まるっていう、一応うまいやつらが集まるっていう選抜ですね。入ってました。うん、なるほどね。ちょっと経歴の部分で、JY で14番じゃん、人って大体もう帝京でも14番背負って、まあ、全国出てくるみたいな人多いと思うんだけど、なんでこう、なお、JY から一斉に行ったのかなっていうのをちょっと聞きたいなって、これ言いたい、言えることって、ね、言えないこともあると思うんですけど、はい、そのなんかね、なんかちょっと雰囲気だけでも聞きたいなみたいな。やっぱり、高体連と J ユースの違いっていうのを知りたかったみたいな。なるほどね。J ユースの方が強いとは言われて、うん、言われてる、確かに。長岡でやっぱり日本一目指すっていうのも、同じ小中でやってきた仲間と目指すのも分かってるんですけど、ちょっと挑戦したかった。なるほどね。すごい、ヴィッセルから声がかかってっていう感じなんだ。なるほど、なるほど。じゃあ JY の時に14番されてて、ヴィッセル声から声かかって行ったっていうのすごい。それ挑戦してよってヴィッセルずっと出てたわけよね、試合もね、ちゃんと。そうですね。すごいっすね。すごいなと思ってで、ヴィッセルで琵琶湖成蹊。多分なんか結構コメントでも、その高校どこ行ったらいいですかねとか、はい、ユースと高校どっちがいいのかなとか、大学を多分その進学前の人たちも結構いるから、どういう基準で今までこう進路を選んでったのかなっていう、その自分は、まあ、新しいこと、新しいメンバーと参加したいっていうか、そのあまり固定したくないっていう考えで、はいはい、でやっぱりチーム変わっていったし、うん、そこでいろんなサッカー知りたいっていうのもあります。なるほどな。実際に変わってよかった。だって JY の時はさ、14番でさ、そのまま帝京行ってたらさ、はい、余裕でね、はい、エースというか、はい、だと思うんだけど、どうなのかなって。ちょっと不安な気持ちもあったんですけど、うん、まあヴィッセルユースでレベル高くて、まあ、試合1年の頃は出れなくて、はいはいはい、まあ、3年の頃は。プレミアカップ、プレミア、プレミアだもんね。プレミアでウエスト優勝してるんで、いやすげえ。
日本でトップの高校年代でいうと本当トップだね。そうです。トップのリーグ、プリンスリーグって多分みんな聞いたことあると思うんですけど、プリンスはどっちかというとね、なんかその地方の選抜みたいな感じで、プレミアムは本当もう日本全国の西と東みたいな。優勝してんだもん。そうです。すごいね。え、じゃあヴィッセルだとやっぱりプロとかも、そうですね、一緒にやってた人の中で結構有名な人だと誰がいる？今はヴィッセル活躍してる山川哲司。あ、山川哲司選手、ヴィッセル方面。そうですね。中坂優也選手、ヴィッセル。藤谷壮。あ、藤谷壮選手、ヴィッセル。一個上の年代と安井拓也。安井拓也選手ね、多分みんな多分知ってる、みんなの方が多分詳しいみたいな。佐々木大樹。佐々木大樹選手。じゃあ本当になんていうんだろうな、プロに囲まれてみたいな練習環境だったっていうこと。すごいな、めちゃくちゃレベル高いですこれ。すごいレベル高い話をしてます。得意なプレーとかある？まあどういう選手ってやったらどういう中盤なんで。そうだね。まあサイドチェンジとか、うん、まあボールに関わりながら、まあ、リズム作って、うんうん、っていう感じですね。なるほどね。なんかずっと運動量が多いイメージだったスバルは。そういう感じです。なるほどね。でも俺出会った時はフォワードやってたんですよ。フォワードやってて。で、なんか高校とか活躍してるって聞いて、ずっとボランチだったよね。で、大学も今ボランチやってて。すっげえ走れるイメージ。うん。めちゃくちゃ走れて、両足蹴れてみたいな。なるほどなぁ。じゃあ中盤でこうリズム作ってみたいな。そうです。うん、じゃあ、押し上がるカンタル的なね。あー、まあ、そういう感じです。ちょっとあんまハマってなかったわ。なんかじゃあ、ロングボールの、こう、意識してるところ。ロングボール長いボール蹴るとき、さっきね得意なプレーって出たんですけど、ロングボール長いボール蹴るときのこう意識するところとか。意識してるのは、まあ、試合中やったら、うん、そのボールの高さの軌道。ボールの高さの軌道ね。低いので相手の足元につけるのか、うん、高いボールでスペースに落としてあげるのか、とか相手が走ってるところにちょうど足元に合うような高さ調節とか、相手が相手の頭を越えてもう諦めちゃうようなっていうボールは意識してる。なるほどね。じゃあ走ってる選手に合わせて球の質を変えてるってイメージ。あ、そうです。なるほどなるほど。回転とかも、回転はもう順回転でできるだけ。うん、あ、こういうね。そうです、分かりました。順回転出ましたよ。こういうね、バックスピン。そう、できやすい、しやすい。巻いたりとかもするの？それはどういう時に分けてるのかなっていう、こう順回転と巻きで。基本的にサイドに落とすとか、サイドに蹴るボールは順回転で、うん、で順回転、クロスというか、うんうん、そのフォワードの足元にちょうど落ちるような時はカーブで、カーブで相手の頭を越えてちょうどフォワードの足元にっていう、ちょっとアーリークロス気味って。あ、そうですね。時は全然カーブ。なるほどね。だそうです。ボランチのそのなんだろう、行き方、やっぱり多分一番さ、こういっぱいいるじゃん、人が周りに。のなんかこう受けるタイミングだったりとか、その潰されないように受けるとか、こうボールを取られないためのこう意識してることだったりとかってある？